mark, bucking through the valley of the shadows. I let them tell me who I was. みなさんこんにちは、るりこです。さあ今日はバイカーズパラダイスさんに来てます。はい、なんで来てるかっていうと、今日は電動バイクの試乗会があるので電動バイクに乗る予定です。今ね、カメラマンはマットに。こんにちは。奇遇だね奇遇だね奇遇だね、まあ、楽しんでいきましょう。はい、では早速この SRF に乗っていきたいと思います。はい、では早速行ってきます。ではキーをオンにします。お、あ、また行ってきます。あ、動いた動いた動いた。え、し、嘘でしょ、静かなんだけど。なんかスイーンってスイーンって進む。モードが3モードぐらいあるんですけど、今は一番優しいエコモードで走ってます。でエコモードの次がストリートモードで、その次がスポーツモードっていうことで、結構モードによって感じも変わってくるみたいなんで、それもちょっと後で体験してみたいと思います。なんか新幹線でレールの上を走ってるような加速感。なんかあれですね、やっぱりエンジンがないから振動もない。あ、やだ、止まるのも、あ、不思議。でもこれで今エンジンかかってんですよ。どうも、私今電動バイク乗ってます。あ、あ、お、これはちょっと曲がるのが慣れが必要かも。ほうほうほう。なんかね、乗る前に説明で立ち上がりがこうアンダー気味っていう風におっしゃってたんですけど、確かに思ったより曲がりにくいかな。結構こう体をがっつり入れないと普通のバイクほどは曲がってってくれないかも。大げさに体は入れた方が良さそう。ちょっとモード変えてみよう。今エコなんでストリートにしてみますね。レッツゴー。なんか音が違う。あ、すごい早いでよ。これ音今止ま、何もしないんですけど、これアクセル回すと普通に動きます。なんで降りるときは絶対キルスイッチを入れてからスタンドをかけましょうとのことです。じゃないとね、取り回しのときブインっていっちゃうから。はい、というわけでちょっと車両紹介に入りますね。ゼロモーターサイクルってメーカーの SRF っていうバイクです。はい、こちらは大型自動二輪に分類されるバイクですね。最高速が200キロ、最大トルクが190Nm、 重さがだいたい220ぐらいですね。で充電時間が 4.5 時間で、高速のみだと走行可能距離が159キロで、街乗りと高速含めると198キロ走るみたいですね。はい、このドーンとでっかいのがリチウムイオン電池で、これがモーターということですね。で灯火類は全部 LED でございます。はい、ではこちら SRF のシート高は 787mm となっております。で私の身長は 160cm の股下が 78cm、 今日はウィングローブさんの厚底ブーツ 3cm のもの入っております。もうこんな感じ、ベタ足、ベタベタ足です。でね、シート幅もここのタンクすごい大きいように見えるんですけど、すごい細いので、あの足つきはめちゃくちゃいいです。安心。でポジションはこんな感じです。はい、じゃあ続きまして、こちらのスーパーソコの TCMAX に試乗していきたいと思います。はい、では早速行ってきます。 TCMAX です。おおおおあ、
これはいいよ。あまあ、なんかこれはね、おもちゃみたい。気持ちいい。めっちゃ気楽。今回はまたちょっとさっきと違う TC-MAX っていうので、普通のバイクになると 250cc ぐらいの大きさのバイクです。めっちゃ軽い、めっちゃ軽いっす。だって車体が、車両重量が 103.5kg しかないんですよ。バッテリーの重量含んでその 103.5kg だから、なんか自転車に乗ってるような気軽さですかね。あ、でもこれあれだね、ちょっとカーブの時に気をつけないと結構スイーって進んでっちゃうから、そこはちょっと気をつけよう後で。わあ、足つきもいいし、無音無音、一人だけ今なんか道路に取り残された気分。あーでも坂道も結構ぐいぐい登ってってくれるな。はい、そして面白いのがキーレスなんですよね。まずキーレスのボタンを押してからバイクのボタンを押すと電源が入ります。この音がちょっとゲームみたいなんですよね。でオフするときもポチッとやると素敵な音がします。はい、そしてこちら特に足つきのチェックはしてないんですけれども、私がまたがってもベタ足になりました。街乗りでもすごい安心ですね。ちなみにこちら最高速度は95キロで航続距離が110キロとなっております。お昼はいただきます。カレー、ゆで卵です。今度はこの新しいミノというちょっと美味しそうな名前のね、これは原付一種のバイクです。これを乗っていきたいと思います。めっちゃ可愛くない？ちっちゃいの可愛い。はい、でこれまたキーレスで、すごい音が、でおお、なんかゲームみたいな音がする。モードが2個あって、エコモードとスポーツモードがあります。どこ？ステップどこ？あー楽しい楽しい、あーあーね、これもアトラクションに乗ってるような気分ですね。あ、これ街乗りとかだったら全然これでいいや。なんかね、遊園地で走ってる人みたい、私今。大丈夫そう？子供みたいな気分でございます。しかも動画撮ってもらってるからね、ちょっと恥ずかしいわ。はい、では試乗が終わりました。しっかりした電動バイク初めて乗ったんですけど、それぞれいろんな味があってすごい面白かったですね。はい、これめっちゃ速かったね。めっちゃ速かった。これが一番バイクバイク、バイク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 してなんかブレーキの感じとかがさ、他のやつ違うもん。そうそうそう、なんかちゃんとエンブレっぽいよね。うん、うん、じゃあマットニキも動画も見てください。はい。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Is it just because I can't kiss you? Is the dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love